シケリアのディオドロスシケリアのディオドロスはシケリア島で生まれた古代イギリシアの歴史家である。ディオドロスはユリウス・カイサル、アウグストゥスと同時代の人物でシケリアのアグリンゲントムで生まれた。その後の彼の生涯は詳しくは分かっていないが歴史総書の記述から紀元前60年から紀元前57年にかけてエジプトを旅しローマにしばしば滞在し少なくとも 紀元前21年までは生きていたことが明らかである。ティオドロスは歴史書として歴史総書を残した。作品は3部40巻からなり、そのうち1巻から5巻、11巻から20巻が完全に伝わっており、それ以降の巻は断片的に残っているのみである。内容的にはキュメノエポロス、カルディアのヒエロニモスをはじめとする先人の歴史学者の 作品の記述を繋げたもので独創性は低いとされるが、これらの先行作品がほぼ散逸してしまっているため、資料として価値が高い。ありがとうございます。